キリスト社の自由の表紙、キリスト社の自由は、1520年に、ビッテンベルクで発表されたマルティン・ルターの著書。ドイツ宗教改革者としてのルターの、最も優れた内容の商品であると評され、通例、教会のバビロニア補修についての序曲及び、ドイツのキリスト社貴族に与える書と並べて、宗教改革三大文書と呼ばれる。原書は、ラテン語版とドイツ語版の2つがあり、 それぞれに多少表現や体裁が異なる。ドイツ語版が30節に分けられているのに対して、ラテン語版は節分けされておらず、どちらが先に書かれたかは、はっきりしないが、観光はドイツ語版が先である。この文書は、1519年のライプツィヒ討論の後に、ザクセン選帝公、フリードリヒ三世紀のもとに特使として派遣された、カール・フォン・ミルティッツの勧めで、ルターが、 教皇への教順と、剣徳と信仰の精神を示すために執筆したものであり、ラテン語版は、教皇レオ十世に捧げる書とともに、教皇レオ十世に検定されているが、他方でドイツ語版は、一般にも公開するために講演者の一人であった、スビッカウ市長、ヒエロニムスミュルフォルトに捧げられ、民衆に向けて書かれたものである。ルターは、叙述を、内なる人と、 外なる人との二部に分け、人間がどのようにしてキリスト者と呼ばれるようになるかを前半で語り、キリスト者となった人間がどのように働くかを後半で語った。冒頭には一見すると矛盾するような二つの有名な命題を掲示される。ルターにとってキリスト者は同時に偉人であって罪人であり、自由と法仕の矛盾が内的な信仰による自由と、 そこから生じる外的な愛による奉仕とに分けて論じられ、キリスト者は信仰と愛のうちに生きてこそ自由を実現し得ることが強調されている。また、ルターによれば人間は神の独占活動によって活動に借り立てられているのであり、教会内での司祭のうぬぼれた態度や階級制度は批判され万人祭祀こそが正しいと主張される。ルターは キリスト者の宗教的自由は何者にも妨げられないのであるから、教会組織に忠誠を誓うのではなく、自己愛を捨てて、神や隣人に積極的に尽くすように呼びかけ、天の父がキリストにより私たちに無報酬で助けをもたらしていた、模様に私たちの隣人を助け、おのおのお互いに他人に対して、いわばキリストとなるべきである。こうして私たちはキリストのものとなり、 同一のキリストがすべてのうちにありたもう、すなわちこれが誠のキリスト者であると説いた。ありがとうございます。